雑木林の中にある原山市群、川田谷古墳群とは、埼玉県桶川市の川田谷地区にある古墳群。川田谷地区の荒川東部、川沿いには、多数の古墳が確認されてきた。江戸時代から確認されているものもあったが、明治維新以降の開発により破壊されたものも多い。調査によって6世紀前半から7世紀後半頃に、作られたものが多いことが判明した。 この古墳群は、さらに四つの市群に分かれ、それぞれ西大市群、原山市群、柏原市群、日詰市群という、西大市群に残る古墳は一気のみ。柏原市群は埴輪等の出土品があるものの古墳、そのものはほぼ全てが作兵を受けている。日詰市群の古墳もほとんど全滅に近い状態であるが、埼玉県指定史跡熊野神社古墳が残っている。 熊野神社古墳出土品は重要文化財に指定されている。原山市群のうち、特に旧期の古墳は原山古墳群と呼ばれていて、桶川市指定の文化財となっている。原山市群は旧期以外にも広がるが、消滅してしまったものもある。特定の名前があるものもあるが、ほとんどは主群名と番号の組み合わせになっている。原山古墳群は桶川市の北西部に位置し、 この付近には首都圏中央連絡自動車道が付設される予定になっている。2008年には工事中に新たな遺跡が発見された。ありがとうございます。